ここは松山市梅新寺海岸です。今日はこれからスポゴミ甲子園愛媛県大会が行われます。スポゴミとはチームのメンバーと制限時間内にゴミを拾い、ゴミの量や質でポイントを競い合う、今や国内外で活動を広げている日本生まれのエコスポーツです。先生、私たち選手一同はゴミ拾いはスポーツだをモットーに、ゴミ拾いに全力を尽くすことを誓います。それでは皆さん準備はいいですか？いきますよ。チェンジフォーザーブルー。こんにちは。どうですか、どんなゴミがありますか？発泡スチロールとトレーのゴミ、やっぱりポイ捨てとかがなくなって綺麗な海になったらいいと思います。すごいゴミがたくさんありますね。これもうターゲットにしてピンポイントでここを拾い集める感じですか？はい、そうです。この発泡スチロールが多いです。辛いですよね、大好きな海が汚れていくのは。やっぱ海大好きなんですね。はい。何拾ってるのかな？ペットボトルです。ペットボトル、ペットボトルです。よいしょ、行きました。取れました。おー、よし、よし、おめでとう。まあやっぱり、まあ、一人一人の協力が必要じゃないかなって。自分自身も海をきれいに大切に使いたいと思います。ここもかなりいっぱいあるね。はい。なんかこういうたくさん捨てられたゴミ見てどういう気持ちになりますか？身近で、地球温暖化とかやっぱ地球に関する悪影響が身近でこうやって起きていることをこういう活動で知れるなんて感じました。岩の隙間にたくさんねゴミが集まってるね。はい、結構落ちてます。これも全部そうです。去年と同じやなって思いました。あー、やっぱ変わらないんだ。来年もできたら参加したいなって思います。競技終了です。各チームゴミの分別を確認して計量を行います。今回拾ったゴミの総重量はおよそ 80kg にもなりました。いよいよ結果発表です。はい、ある優勝はチームルイです。おめでとうございます。優勝した北条高校ルイチームは11月22日に開催される全国大会に愛媛県代表として参加します。草陰とかを探したのと、みんなが行ってないような端っこまで探しました。全国大会でも優勝するぞ。あー、チェンジフォーザーブルー。海と日本。